たちもまたさらにこのチームに厚みを加えてくれる町田。大森、さあチャンスだ。ルキアン、ルキアン、低いボールだー、決まりました。中央に入れてきた、ヘディングシュート決めた、先制ゴール。松本ですか。はい、さあ右に渡っていい、小川のシュート、もう一度山田のシュート、決めた、ゴール。さあ縦入れて前を向いた山本浩介、シュート、山本クロスバーに当たって決まった、ゴール。大森シュートだ、山田。さあそしてルキアン、さあファーサイドに松本が上がってくる、松本、そして大森、さあジュビロのカウンター、小川大輝が上がってきた、小川大輝だ、小川大輝だ、シュート。さあ高いってボールバッター、大津、シュートだー。中に山本浩介、ふわりと浮かしてルキアンのヘッド、決まった。もう一度ルキアン、さあルキアンから松本、ちょっとボールを見失いましたが、ルキアンが出てきた、決めた。ルキアンのシュートきました。中川から縦、松本雅也、中4枚いる、クロスボール入ってきた、ゴール前、外大森、ダイレクトでクロスボール、ファーサイド飛び込んでいく、山田、松本雅也から小川航基、右に振って山本浩介、サイディア中に入ってきた、グランダー、ファーサイドから伊藤裕樹、まず2人で対応しました、谷原浮かせてきました、コントロール、松本中への折り返し、ルキアン、さらに深いところ、大森切り返す、もっと強い左で上げてきました、ファーサイド、横に送って松本雅也、中には大森もいます、クロスが上げれば、おーっとヘディング、見事。そしてファーサイド、松本雅也、クロスがふわりと上がります、ルキアヘッド、決まった。ちょっと大宮としては少し攻撃の時間を増やしたいですね、はい、あの奪ってから、まあ、カウンター気味になりますけど、松本雅也のクロス、ルキアヘディング、山形から移籍してきた小野寺です、右サイドクロス、今度はニアサイド、山田、ルキアンが粘って決めました。ここは繋いで、うまく裏に出てきたルキアン、大森からルキアン、ルキアンチャンスだ、1対1、流し込めるか、決まりました。川選手交代もどうやら準備している中ですが、コーナーキック、こぼれたところ、狙っていた、どうだ、決まったながら手プレー続いてますね。さあ、遠藤、ルキアンです。ルキアン浮かせたボール、ここのヘディングは、これは岩田が最後押し込みました。その後ろの伊藤を使って縦パス入る、サルキア後ろ向き、逆サイドを使う、鈴木の折り返し、中に遠藤、遠藤、伊藤折り返して、オレー、繋がった、ミート、山本浩介、山本浩介、さあインターセプトから松本、ルキアへのスルーパス、通った、角度のないところから折り返した、決めた。さあ遠藤、身長高い選手が残っている、大井中央へ折り返してシュート打ってきた、入ってくるヒールパス、ワンタッチでルキアン、鈴木、今日先制ゴール、鈴木のシュート、今日2点目、関2シーズン目のエンド、こぼれたところは大津がシュート出る、決まった、スルーをして大津が前を向いた、一旦預けてクロスを入れてきた、山田のシュート、ゴール、決めた山田、鈴木優斗、素晴らしい、小川航基通った、シュートを追っていった、ゴール、入ったか、入った、岩田先生、
インの裏、オフサイドはありません。シュートを狙って決めた、ゴール。ゆっくり上がっていく、左サイドへ叩いた、ここは大津ワンタッチで入れてきた、ゴール前、ルキアンのシュート、ゴール、ルキアン決めた。中央です、岩田、シュートはこぼれている、キーパー出た、決めた。左足のクロスは2人飛び込んでいったが当たらない、ただもう一度大津が入れてくる、こぼれている、どうだ、決まった、ね、この深い位置、ルキアン反転、上げてシュートは松本、近いサイドフリックして大津シュート、決まった。山本康介、大森が行く、預けて大津、大津自ら持ってシュート、大津が行く、2人に囲まれますが間を割って、さあ大森、大森パスにした、ルキアン、キーパーの位置も確認しながら、さあ自分で行くか、小川大輝、小川大輝マイナス戻してシュート、金子。さあロングボール、小川を狙ったボールですが、うん、ボールこぼれている、小川大輝、小川大輝、ね、ルキアンに入った、大森につながって、大森さらにサイドを使う、折り返してルキアン入っています。ですから今野と山本康介のダブルブランチです。さあここは前線に入る、ルキアンだ、ルキアンだ、ルキアンだ、ルキアンのボールは通らない、ただもう一度岩田が拾う、左足、大津のボールはキーパーの前、山並のボール、ルキアンの頭、ゴール前、決めた。ルキアンがちょっと下がってきました。左サイド、松本抜けていく、そして金子、ボックスの中に入った、中央、ルキアンの足元、決めた、ルキアン、山田、遠藤、ワンタッチ後ろを狙ってルキアンに、これがゴール、大津の中に前、ルキアンだ、浮かせた。いいターンの大津、ルキアン前向いた、スペースは消す、行ってた、鈴木優斗だ、鈴木優斗折り返す、よく触った、ルキアンへの1本のパス、さあこれが通るか、ルキアンパスが通りました、さあルキアンのボールになって右足のシュート、一旦戻して遠藤、右サイド見ています、鈴木優斗のところだ、落としてルキアン右足、後ろから山本康介のシュート、決まった。さあここのサポートの選手いるか、中には山田裕樹もいるが、どこを使うか、横幅だ、鈴木優斗の右足だ、ここを剥がして右サイドに送って縦パス、つながりました、
山田裕樹が自らボールを持つ右サイド上がってる選手、自分で狙っていった。逆サイド流れたボール拾い直して鈴木優斗仕掛けて切り返す。もう一度縦に仕掛ける入れてきたヘリング。さあ右サイドはまた鈴木優斗中に入ってきて左足で狙う。あーっと決まりました。川村そしてこの小原と決めて1点成功。さあ岩田は巻き返し何かクロスが入る。遠いサイドは鈴木優斗はどうだ。決まった。引っ掛けた遠藤からワンタッチ。ファビアン・ゴンナレス山本浩介6分台に入りました。山本のり道から大井が競り勝った山田裕樹。山田裕樹だ。山本浩介、うん、スペースで遠藤中を見て浮き玉ルキアン体を入れてきた。遠藤もう一度遠藤から左サイド抜けてくる。クロスが入る。こぼれている。押し込めるか。押し込んだ。先制。素晴らしいと思いますね。ショートで山本浩介のクロス。ヘッド受けて、うん、これもいいところ入ってきた。倒れる。大森幸太郎前ルキアンが外に逃げる。そこにボールが来る。ルキアンスピードアップ。ルキアン難しいところで中に入れてきた。ファーサイド鈴木優斗決めた。小川大輝ドリブル持ち上がる。中央山本浩介返して決めた。山田松本がかなり中に絞り込んでいました。山本浩介からドフェンスラインの裏抜け出した小川大輝。さあボックスの中にシュート決めた。入ってくる。中央には小川浩介が待っている。一旦されてカヌマシュート。カヌマ決めた。